シルクファミリーの桐生です。いつもありがとうございます。今日は虎ノ門から来られた天光堂の川尻大輔さんですね。はい、フェムテック今やってらっしゃるのが、はい、もう若いのにね、うちの長男と同じ年なんですけどもうどんどんこれから世界やね、羽ばたいていかれるの頑張って世界行こうと思いますすごいですよ ね、 そうですね。最初に来られたのがまだ去年か一昨年ぐらいでしたね。一昨年かな、はい、その時も一回 ね、 そうですね、あの話聞いて、はい、腹巻きを使って、うん、まあ、女性にとってすごく有用に使っていただくという形で、なんか経済産業省のいろんなこと今やられてます、はい、クラウドファンディングもめっちゃやってすごい金額ってありますよね。そうなんですよ、クラウドファンディングはもうすごい金額、お得意ですすごいで皆さんすごい感謝されて喜ばれて、はい、あのお声とか見たらね、そうなんですよね、よかったという声いっぱいで、私もと思ったらもう終わってた終わってたすごいんですよ。ちょっと今からお話ししていただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。天光堂の川尻です。改めまして私今このシルクファミリーさんと一緒にやってるのはこの腹巻きマリーとマリーね、でこれでエヴァね、エヴァ白もやってらっしゃるのかな、これこの色オンリー、いやこれとですね白ですね、あ両方ね、はい、これは何色か、これはね、何色ぐらい、ネイビーと黒と、うん、グレーもあったんですけど、グレーはあんまなんか、なんか在庫なかったんで、はい、在庫ないこと言ってごめんなさい、はい、今ちょっとこれでやらせていただいてます、はい、ありがとうございます。で、まあ、どういったことをやってるかっていうと、うん、この腹巻きに電気が出る仕組みを入れてるんですよ。これなんかこう引っ張ったりとかすると電気が出るようになって、もう一番最初に見せると、これで分かりやすいよね。そう、これ分かりやすいんですよ。じゃあこれ動かしたら出る、電気つく、これね、出る時もあるんですよ。あ、そうかそうか、これそんなに出る、出る出る出る、すごいすごい、あ、光ってますね、光ってる、見えますここうわすごい、これ電気が入るとこの色つく。そうですそうです、ね、これ着用してってこういう摩擦でも出る。そう、 そうだよね、それがすごいよね、はい、それが刺激になるんですよね、はいはいはい、あのずっと同じ電気を当ててると、うん、人間って慣れてしまうんですよ、うんうん、でもこれって動くと電気の量が変わってくるので、うん、刺激にずっと刺激になるんですよ。それがいいんですよね。ねえ、すごいね、はい、そう。じゃあこっちの方が出やすいかもね、あの摩擦っていうかピタッとしてる。あ、そうです、はい、ね、こっちの方が出やすいかもね、うん、ひょっとしたらエヴァの方が。でもね、なんか使ってる人に聞くと、うん、めちゃめちゃあったかいんですって、うん、あ、うちもスタッフが使ってて、やっぱりね、はい、すごい私そうで、ロングの方がやっぱり皆さん、あ、そうなんだ、結構ね、初めての方多かったんですよ、今回100人ぐらいやっていただいたんですけど、ロング初めてですみたいな感じで言ってたんですけど、意外とね、うん、なんか使ってみると、あ、こっち側すごい安心感がすごいありますみたいな、あ、そうなんだ、積まれてる感がありますというのでやってました。っていうちょっと腹巻きでいろいろやらせていただいてるんですけど、うん、僕やってる取り組みとしては、ちょっと言った経済産業省って言ったんですけど、うん、はい、経済産業省、経済産業省のあのフェムテックね、フェムテックって初めて聞いちゃった、サポートサービス事業に去年の5月ですね、うんうん、82社ぐらい応募があった中で19社の中に選ばれたんですよ。なんかいつも選ばれるよね、いろんなことに、そうそうそう、すごいですよね。で、実証実験もフェムテック、女性の働く環境を整えようっていうことで、PMS とか生理痛とか、あと、まあ、更年期を腹巻きを着るだけで整えられるんじゃないかっていうのを実証実験をさせていただいた、ね、全部実証実験されてて、そう、すごいんですよ。またこれなんかどっかで講演されるって、これね、あさって虎ノ門ヒルズフォーラムっていうところで、おお、250人ぐらいいる前でこうプレゼンさせていただくみたいな、すごい、見に行こうかな入られへん、あ、 YouTube ライブあるんですよ。あ、そうだ、いや、それ絶対見ます、うん、見ます。でもすでに出てはるんだよね、こういう、あ、去年12月にホリエモンの番組出ましたホリエモンの番組出てはる、はい、すごいよね、どんどんやって、ね、そうなんですよ、
で、その経済産業省のフェムテックやった後にまたもう一個経済産業省の指導イノベーターっていう、そのイノベーターを育成しましょうみたいなものが、プログラムがあって、そこで100人選ばれるんですよ、応募したのが、そこにも選ばれて、また選ばれた。なんか選びたくなる人なんだね。なんかこう出せるものがすごく積極的でいいからね。そうそう、イノベーター育成、イノベーターに選ばれたと思って、で今度育成する方に行くんじゃない。いや、まだもうちょっと先もうちょっと先まだ40ちょっとやもんね。そうそうそう、そう でその発表がその明後日なんですよ。あ、そうなんだ。決勝のピッチって言って100人の中から12人選ばれて、そこまで選ばれるわ。あ、もう入ってるんだ。そう、その10人の中には選ばれてるんで発表するんですよ。あ、そうなんだ。で、そこでまた優勝したらグランドチャンピオン。おもうそれ目指しましょう。そう、それ目指しましょう。まあ、っていうことをやってて、で、目的はその女性の PMS 成立とかをね、このシルクファミリーさんと作った腹巻きで解決しちゃえばいいよね、うん。まあ、そうですよね、本当にそうなったらいいね。で、すごい売ってはるでしょ、今も。私、相当納品、納品してるね。あれは販売してる、それとも、あ、実証実験でも使ってますし、実験も使って、販売もしてます、ね、販売もしてるんだ、はい、すごいね。いつも言って、川内さんすごいねすごいなと思って。あ、ありがとうございます、うんうん、いえいえ、ね、お役に立ててすごい嬉しいです、ね。うん、私たちもね、使っていただけるのが嬉しいよね、うん、こういう箱に入って綺麗に、うん、結構これ富士山、そうこれ富士山なんですよね。で、天光堂さんのこのマークも富士山なんで、はい、天光堂ってだけどさ、なんか古いなって思うけど、海外行くとこれがいいんだよね、はい、あの変な横文字よりもあの天光堂っていう日本的な、はい、それうち言ってるもんね、なんかそういう感じのこと、はい、ね、天光堂って聞くと多分すごい老舗感が、そう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 、まあ、まだ6年目なんだよねおっしゃってたね。そうそう、もうそう100年ぐらい、ね、そう150年とかそんな感じだけど、はい、でやっぱり天候とって名前つけるときそういうことも考えて、ね、うん、うちの会社のビジョンというかミッションは、前向きな時間にあふれる環境を作りましょうっていうところだったんですよ。いいですね。でそれなんでかっていうと、僕自身がその前向きになっていると、うん、いろいろこう選ばれたりとか、うん、いや、なんかね、横にいるだけでね、すごいこっちもね、なんか嬉しくなるですかそういう意味あるよ ね、 ね、なんかすごく嬉しくなってきてやろうって思うから、はい、やっぱそれがあの審査員とかにも伝わって、そうありますね、伝わって乗っ乗ってる時は、ね、そんな感じなんですよ、うんうん、人間いろいろあるからねそうそうそう、で今の、まあ、日本というか、うんうんうん、周りの人を見てもやっぱり暗い人多かったですよね。なんかで、それなんで暗いんかなと思ったら、うん、どっか痛いとか、あ、そうなんなんかいろんな、なんか寝不足なんですよ、うん、あ、はいはいはい、気分悪いんですよみたいな。まあ、うつの人多いしな。そうなんですよ、うん、そうすると、まあ、後ろ向きな時間になってしまうんですよね。なんかせっかく同じ時間を過ごして仕事をして、それをこう前向きに変えてあげるだけでだいぶ変わるんじゃないかっていう。いいことです。そうで、しかも、ね、着るだけとか、寝るだけとか、分かりやすいな、続きますもんね。そうそうそう、つけるだけっていうところで解決できたらいいなっていうので、うこういう道具を作ってるっていうところ。いいですね。そうね、それでこういろいろこう今ちょうど実現をし始めているところですね。なんかあのぜひね、応援していきたいね、はい、こういう人をねあのやっぱりこれからもっと日本を広げていく、はい、西口くんもそうやもんな。そうです、うん、もうやっぱりパリとか、あ、はい、うん、あの いろんなとこ行ってね、フィレンツェ、今度フィレンツェ行ってた今度ニューヨークとパリが続けて行ってやったな、で靴下なんだけど、はい、それをね、あのものすごい喜ばれるんだって。質がいいから、日本でもすごい質のいいの作ってはって、うんうん、だ海外行って質よくない、あ、見たら、ね、よくないなるほどめっちゃ喜ばれてやるみたいね、でよくここでも言ってくれて、お客さんもすごい聞いて面白いって言ってください。読んだ感じだ ね、 ねめっちゃ面白いですよ一人でバーッいやいやいや、うん、そうなんですよね。だから、うん、僕も最初その
見た目とか、うんうん、まあ、体臭とかを、うんうん、ああ、ね、はいはいはい、まあ、気にしなくすればいいのかなって最初言ったんですけど、うんうん、まあ、ただ見た目がそれ好きな人もいるんですよ、うん、嫌な人もいれば嫌い、好きな人、うん、匂いも好きな人もいれば嫌いな人もいるんだって、うん、でも不調はみんな不調だっていうので、あ、じゃあそっかそっか、で今回その電気が出る仕組みをで不調を整えるっていうふうになってるんですけど、これはマイナスの電気、多分桐生さんもよくご存知かもしれないけど、マイナスよね、そうマイナスの電気ね、ありますよね、はい、そう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 、みんな直してます、そうなんです。だからこれもその着てるだけでアーシングって僕ら言ってるんですけど、あ、まあ、それがこうできて体の電気バランスを整えて体調を良くする、よく寝れる。お洗濯でもそんなに減っていかないっていうのがいいですよね。そうなんですよね、50回ぐらい洗濯しても全然落ちてなかったので、落ちなかったのがすごいですよね、はい、普通そういうのってね落ちるからね、後でつけたものってね落ちてくるイメージが、そうそうそう、でもまあうちの製品でまたつける前でもお客さんすごい良くなったような聞くから、うんうんうん、そこにプラスされるから、ね、 そうね、そこにプラスされるからね、はい、それがいいよねすごく、うん、でずっとこうマイナスの電気って還元するんですよね、なので生地の劣化もしにくいんですよ。あ、そうなんだ、はい、酸化しないんで、うん、劣化しづらい、だから色の変色、老化も酸化っていうもんね、そうです、だから劣化しづらいんで、あの多分色も顔につけとこうか、色もね結構、あ、そうなん、あの 白とかだと黄ばむんで、黄ばむ、あれ黄ばわないんですよ、すごいね、そう、要するにでも考えたっていうかね、すごいよね、あの、はい、うん、そうだ、持ち歩けるんですよね、うんうんうん、いいですね、で腹巻きどれくらいだったかな、200ボルトぐらい出るんですよ電気、大丈夫な感電子、はい、これ電圧がね200ボルトで、結構それ押し出す力なんですよ、あ、そうなんだ、電流は 0.06mA、 そう電流の方なんだね、そう、電流は、そこで間違えちゃいけないのが、電流はピーピーしないっていうものなんですね、そうなんだ、はい、だこういう衣類にコーティングしたものもあったり、うん、こういう練り込んだものとかもあるんですよね、とかこういう プラスチック材にこう入れ込んだりして、あ、そんなのできるんですね、はい、それをねこう寝具とかにして、ああご座みたいなご座ね、そうそうね終了してたあれはねもういい感じ、全然もう、うん、手放せないです、あ、そう、はい、もうずっとね持ち歩いてるんですよ、あ、出張の時も見して見して見して、あ、そうね、あとで今見してとらんか、すいません、時間長くなってごめんなさいね、あ、すいません、皆さんあれだったら切って、今日ライブ、ライブじゃないです、こういうやつですね、すごいすごい、プラスチック的な、これをそうなんだ、シーツの下に敷いて寝るとマイナス4が出ると、もうこうやると出てるので、これの方が劣化しにくいかもね、生地よりもっと、あ、これもちろんこれ半永久的なんで、ね、すごいじゃん、あ、これを椅子の下とかどうですか、すぐ治る、痛くなる、ね、これ座ってると痛くない、あー、なるほど、はい、まあ酔った感じなんですね、そうあのすぐ偏るんでそう、これをね、椅子とかに座ってやると賢くなるんですよ、これ、賢くなる、私でも、はい、計算が早くなるんですよ、やっぱつかなあかんな何の話っていうぐらい、そのなんかアーシングってすごい大事なんですよね、じゃああれだね、認知症、あ、認知症も多分、ね、に目つけてもいいかも、今どんどん増えてるから、うん、やっぱり そうですね、そういう意味でもいいかもしれないね、うん、まあ、言えないんだけどね、そうそう、あんまりうちもあんまりいろいろ言ってなったとかいうの聞いてもそれ言えないんだよね、そうそう、あ、よかったみたいですよ、ね、しかね、はい、そう、それぐらいでいいと思う、はい、そうへー、これもう終了してた、これね、ちょうど来今週24日から、あ、また始まるの、はい、販売予定です、あ、そうなんだ、はい、これね、結構夏とか冷たくてすごい気持ちいいですよ、なんかちょっとな、あれ、河川いうのがあれやけど、まあでもね、出るんだったら化学繊維なんだけど、うん、その化学繊維の悪いところがなくないようにしてるんですよね、うん、面白いでしょ全部まあ言ってもらっちゃって、はい、あんまりわからないでね、いろいろ言ってるんで、
あれなんですけど、化学繊維悪いところちょっと資料ありましたよ。あ、そう、作りました。プラスチックやもんな。そう、ポリエチレン。あ、ポリエチレンなんだ、はい、こういう化学繊維の悪いところってこういうのあるんですけど、よくあのユニクロのヒートテックとかって、あ、あまり名前あ言わなかったね。こういうポリウレタンとかポリエステルとかで作られてるんですけど、これって体の電気を奪うんですよね。あ、そうなんだ、そうなんだ。マイナスに帯電しやすい。あ、そうなんだ。で、後ろの方です。後ろ。あ、今見えたかな。あ、これです、これです。で、なんで電気をこう奪うっていうのと、あと電気通しにくいんですよね。なんで、そうインナーシャツの上から腹巻きしたらちょっと効果が落ちるっていう。あ、そうだよね、やっぱりね。はい、うん、中の方がいい、中の方がいいですよっていう話。これは大丈夫なの？これはね、これ1000ボルト、2000ボルト出てるんで、30センチぐらいまで出るんですよ。すごい。なので、そうなの、突き抜けるから大丈夫です。マジっすか。はい。で、一番いいのは、僕にとっていいのは、なんか、睡眠時間すごい短くても朝スッキリ起きれるんですよ。回復していると。なるほどね。で、使い始めの人はすごいよく寝ちゃ う, っていう。あ、そう。なんか元に戻していってる感じですよ、人間を。はい。面白いね。そうそうそう。こんなことや。ああ、なんかいろいろしてて。いや、すいません、なんか話が、ちょっと脱線しました。脱線してごめんなさい。私が脱線させてしまって、申し訳ありません。まあ面白い方でしょう、でも。目の付けどころっていうか、考え方っていうか、そうですね、まあ常識でちょっと、あの考えられないから、まあ、常識の人にしたらこれ何やねんって。そう、これ何やねん、怒らはるかもしれない、ごめんなさいみたいな。私はいろいろ試してみたりするの大好きなん で、ね、あのあれちょっと話聞いてみました。あ、まあ、じゃ あ, あのまた明日から忙しいです ね、 あ、そうですね。今日ちょこちょこっと寄ってくれて、はい、あのお話ちょっと聞いた感じで、ぜひぜひね、はい、あのまたこれからもよろしく。いや、こちらこそどうも。うちの腹巻きもいつも、はい、ありがとうございます。またひょっとしたらね、あのこれも販売してほしいかなってちらっとおっしゃってたので、はい、まあ、それはちょっとわからないんですけど、はい、これから、はい、でもちょっと欲しくなった。ありがとうございました、はい、では今日は川尻さんのちょっと話をお聞きいたしました。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。長くなって申し訳ありません。